東京 VS 名古屋5対5マッチ先鋒戦です。アンダー63キログラム級ファイト3分3ラウンド延長1ラウンドマッチです。赤コーナーファイティングカイロス栗原圭介、ちなみに計量でオーバーとなってしまいました。それにより減点にグローブハンデ10オンスをつけているのが栗原、8オンス軽いグローブをつけての戦いが青コーナーからのタイトということになります。苦しいスタートとなってしまった栗原。さて解説はおなじみ小比類巻孝之選手、そして格闘技ライターの中村匠さんです。お二方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて中村さん、今年もまたこの5対5がやってきました。そうですね、去年の名古屋大会でも対抗戦5対5マッチ組まれたんですけども、まあ、その時以上 の、 このラインナップで本当にこういろんな楽しみ方ができるカードマッチメイクが並んだと思うので、まあ、各試合それぞれの見どころもありつつ対抗戦としてもこう楽しんで今回 の、 対抗戦見ていけたらなと思いますね。栗原は苦しいスタートになりましたけれども、それを払拭したいですね。そうですね、まあ、ちょっと KO のオーバーで減点なりハンデがある試合ですけども、本当に練習している久保優太選手とか木村稔選手に聞くと本当にこの身体能力と体の強さとこの圧力っていうのがもうちょっと尋常じゃないっていうことを、はい、みんなから聞きますし、そういったこうポテンシャルの高さっていうのは本当にこの今のクラッシュの63キロの中でもトップレベルだと思うので、その辺がこの試合でも出てくるんじゃないですかね。そのサッカー歴があるそうですね。そうですね、何年か前にですね、クラッシュのファイターたちがこうみんなでこう合宿に行った時があったんですけど、その時にまだアマチュアだった栗原選手が体力測定で一番だったらしいんです、ね。はあはあ、もうなんかプロの選手もアマチュアの頃からそのぐらいこう身体能力が高かったっていうことなので、はい、それはもうすごい恐ろしいというか、はい、それに対してタイトの方は蹴りもパンチもスピードキレがあります。さて小比類巻選手、この2人のスタートどんな風に見えていますか。そうですね、やっぱり栗原選手、まあ、原点からスタートしているのと、あとグローブがやっぱり大きいということで、もうとにかく1ラウンド目から取りに行かなきゃならないという、まあ、回転力で前にどんどん出てますよね、はい、でタイト選手はそれに対して、まあ、まだスタートを切るというよりは相手の攻撃を伺いながらポイントを取られないように攻撃をしているという感じが分かってますね。左フック、そうですね、栗原が圧力を見せていますが、ワンツースリーとタイト、ボディ打ちもローキックもというところです。ローを返す赤いグローブの栗原、またタイトは返していきます。タイトは中村さん、昨年は大きな勝利対尾崎刑事戦があって、そこからしかし3連敗中なんですよね。そうですね、本当に去年の名古屋大会でも MVP 級の本当活躍を見せて、その後ちょっと結果が出ないんですけど、まあ、タイト選手もやっぱすごくこうポテンシャルが高いというか、本当にいいものは持ってると思うんで、それをこうやってどう結果につなげるかというところだと思うんですよね、はい、なのでこの地元のこの元の名古屋大会で価値をやっぱ欲しいところでしょうね、はい、この会場にゲットオーバーというジムも近い位置にあるんですよね。そうなんですね、はいはい、まさに地元というタイト、左の足でリズムを取って右のローキックです。栗原が膝を上げるようにしてその蹴りをカットしています。小比類巻選手、ここからもっとさらに栗原前に出たいんでしょうか。うん、今ローキックが、まあ、ちょこちょこ入り出しているので、はい、まあ、ローを今狙ってローで、効かせてパンチでいきたいという感じでしょうね。その流れの中で第1ラウンドを終了しています。さて試合は中盤の第2ラウンドです。ちなみに小比類巻選手、63キログラム級というウェイトでグローブハンデ2オンスというのはどんなものなんでしょう。そうですね、やっぱりグローブの、まあ、大きさによって、まあ、体重の乗り方が違ったりもするんで、やっぱりタイト選手パンチでいくとそれは有利というか、威力が間違いますよね。今強い蹴りをまたローキック、ミドルキックからパンチと青いグローブタイトが繰り出していきます。そのタイトが中村さん、原点のパンチを見直してきたというコメントが戦前ありました。そうですね、結構その派手に見せるみたいなところ意識しすぎたというところがあると自分ではそれを反省点で挙げてたので、はい、まあ、こううまくこう勝つための戦い方というか、それとこう磨き直してきたという部分だと思うんですけど、うん、まあ、結構この試合に関してはもうオーソドックスに左ミドルでパンチの強い選手に対して左ミドル蹴って、で右のローで削るっていう本当にこう、はい、
強化ショルの戦い方かなと思いますね。小百合巻選手、タイトの蹴りどうですか。まあ、そうですね、まあ、バランスがやっぱりいいので、はい、左、うん、パンチも出せる体勢、蹴りも出せる体勢ですよね。あで、おそらくもともとテコンドーかなんかやってたんですよね。あ、はい、まあ、回転蹴りとかも得意だったところで、やっぱりバランスは非常にいいですよね。はい、その対尾崎戦ですね、昨年の中村さんのタイトルネードです。そうですね、はい、お左引く、パンチが強い栗原、ここも右、その後さらに続けたいという栗原です。まあ、ここまででも距離が詰まると栗原選手のパンチの回転力が勝りそうですね。また力が相当ありますね、はい、この試合でも分かります。突き放すタイトの蹴り、やはり小百合巻選手、その栗原を内側に入れたくないというところ見えますか、タイト。そうですね、まあ、大体背が相手が小さくて、まあ、パンチでくる選手は膝が本当は有効なんですよね。膝、まあ、そこをまあ前蹴りだったりミドルだったり、はい、あとはまあパンチ、うん、ワンツー散らすようなパンチを出してますよね。やはりその持ち前のロングリーチ、長い足、ここです、生かしてきます、タイト。これはローブローになってしまいましたが、タイムストップです。タイムストップ、回復を待って続行ということになります。小百合巻選手、ペース自体はここまでどちらのものなんでしょうか。まあ、そうですね、まあ、ポイント的にはどちらも、まあ、まだイーブンという形に見えてるんですけど、はい、うん、まあ、押してる風に見えるのは栗原選手が常にプレッシャーかけてる感じはするんですけど、まあ、ちゃんとしたポイントの返しは栗原選手がしてるっていうところで、はい、そしてこの蹴りですね、うん、出ました、後ろ回転の回し蹴り、バックスピンキック、横蹴りのようなモーションを見せる、これはハイキック、栗原に対するタイトです。右ロー、ただほら、右打ち、はい、まあ、往復もいい、はい、どうぞ。まあ、ハンドということで、あのタイト選手の方がグローブ小さいんで、本来パンチうまかったらパンチで攻めていけばいいんですけど、はい、そのまま栗原選手パンチ得意なんで、それは打ちたがらなさそうな感じですよね。そうですね、同じフィールドで真っ向からパンチを打ち合うということではなく、タイトです。あのイーブンだと思いますけど、ポイント的にやっぱり栗原選手減点の分マイナスなので、はい、はい、ここを最後のこのラウンドで倒しにいかないと、はい、ちょっと厳しいかなと。あ、しかしここでこれタイムストップなんですかね、負傷があったのかどうか。ワンスピース紛失のため遅延行為のため青コーナータイト選手減点1となります。はあ、タイト減点 1、中村さん、セコンドがマウスピースを一度紛失してしまったという。そうですね、まあ、これはタイト選手にとってはもったいない減点ですけど、まあ、これで減点の差が1ポイントになったので、はい、まあ、3ラウンドの展開したのによっては栗原選手が勝つ可能性もこれでかなり上がったと思うので、この3ラウンドちょっと動きあるんじゃないですかね、はい、また分からなくなりましたね、はい、名古屋 VS 東京5対5マッチの先鋒戦です。大事な第1戦目、強いパンチで栗原。さあ、小百合巻選手、はい、もう挽回してさらに倒したいというところが栗原見えてきました。そうですね、まあ、向こうのマイナス1が出たので、あとはもうダウン取ってポイント取る、そして倒すということですね。さあ、タイトの方もさらなる引き出しはあるのか、うん、顔面からボディ、うん、そして膝が今ここで出ましたね、膝、うん、ボディも良かったですね、その前の、ね、えぐるようなパンチがあります、タイト。そしてハイキックを続けていく。それでも小百合巻選手、栗原がさらに前に出てきますね。そうですね、やっぱりプレッシャーはもうパンチでいくっていう、パンチのプレッシャーがやっぱり強いですね。ね、そのパワーをいかんなく発揮してというところです。赤いグローブの栗原、もうダウン以上のポイント、右のかぶせるような、それで入って左返すみたいな、はい、はい、大きなポイントを奪うしかありません、栗原です。これタイト選手は最初から減点があるというところと、あとグローブハンデがあるというところで少し余裕を持って待ちの構えになっているかもしれないんですけど、はい、まあ、本来マイナスも減点もなかったら、グラスきましたね、今一瞬、はい、栗原追いかける、ここはタイト今危ない場面になりました ね、 ですね、さらに栗原のパンチです。もうこの拳には絶対的な自信だが、右ストレート、タイト、タイトも返す、
中村さん、またさらに分からなくなりました。そうですね、まあ、火がついた感じですね、栗原選手のあのパンチの出しから。栗原右ストレート、さらに右、タイトが回るようにしますが逃がさないという栗原。ロープを背にするタイト、栗原右左、この拳顔面を捉えています。タイト下がる、下がらせる栗原、右ストレート、右左右でダウンを奪った。タイトがダウンを奪っています。栗原なんとか立ち上がっていますが、どうだ、苦しいか、いや大丈夫だ。第四王子飛び坂から右、タイト、ここで一気に決めてやるというところ、さらに2度目のダウン、タイトが2度目のダウンを奪っています。立った、立っている栗原、いや大丈夫か、なんとかファイティングポーズ。もう一度このラウンド中にタイトダウンを奪えばというところ、文句なし、3度のダウンを奪ってタイトが第3ラウンド KO 勝利です。シュワンの皆さん、そして地元名古屋の皆さん、こんにちは。ロモゲットオーバーのタイトです。そうですね、ちょっと先方ということで、どうですか、クラッシュらしい試合できたんじゃないかと思うんですが、ちょっと相手の選手が今回軽量でちょっとオーバーで、あの減点からのスタートっていう、まあちょっとあんまり納得いかない感じかもしれないですけど、またもし機会があったら、あのまた絶好調の時でまた試合できたらいいかなと思います。それと、まあとりあえず、まあ去年の名古屋クラシックから3連敗してて、ここで本当自分を取り戻すことができたんで、また今後とも、タイトルよろしくお願いします。今日はありがとうございました。